次に安倍司君。日本維新の会、安倍司です。本日、内閣提出第9号、いわゆる PFI 法改正法案について質問させていただきます。今回の改正案の内容は、1、特定事業の対象にスポーツ施設及び集会施設を変えること、その2、公共施設等運営権に関する実施方針のうち、公共施設等の規模、配置の変更を可能とすること、そして3つ目に、株式会社民間資金等活用事業推進機構、いわゆる PFI 推進機構の株式等処分期限を5年間延長することが主な内容となっております。私はこのうち最も重要かつ実質的な改正点は3点目の PFI 推進機構の期限延長にあると思いますので、こちらの PFI 推進機構のあり方を通してですね、官民の適切なパートナーシップのもと、民間のノウハウを活用して事業の効率化やサービス水準の向上を目指す PFI そのものについて、議論をしてまいりたいと思います。まず PFI 推進機構の解散時期の延長について、もう他の委員からもですね、ご指摘ありましたけれども、確認をさせていただきます。平成25年に設立された機構の目的は、特定選定事業に対する民間の投融資を補うものであります。いまだ民間インフラ投資市場が整備されていない中で、官民によるファンドが独立採算型の PFI 事業への劣後融資、劣後債、出資等をですね、行って事業支援をするものと理解しております。現行法では株式等の譲渡、その他の処分期限を令和10年3月31日までとしておりますけれども、今回の改正案で、この期間を令和15年3月31日までと、5年間延長する理由を改めてお伺いいたします。花房室長。お答え申し上げます。PFI 推進機構は、PFI 法において民間のインフラ投資市場が形成されることが期待されていた令和9年度末までが設置期限とされていたところでございますが、現状では民間金融機関から供給される資金のみで、自律的な案件形成が進む状況にはないというふうに考えられます。こうした中で PFI をさらに推進していくためには、機構の出融資機能など一層活用していくことが不可欠と考えております。このため、PFI 推進の重点実行期間も考慮しつつ、機構の資産処分期限を5年延長することとし、おおむね令和9年度末までの新規支援決定を可能としようとするものでございます。委員長。安倍君。ありがとうございました。政府はですね、これまでも PFI 事業が全国の地方公共団体に普及して、PFI 事業のための資金を調達する市場がですね、整備されれば、PFI 推進機構の役割を果たされたと判断できるのではないかとの認識を示しておりますけれども、ここでですね、ではどのような状況になった場合にですね、民間のインフラ投資市場が整備されたとみなすのか、お伺いをいたします。花房室長。お答えいたします。現在、市場が整備された状態に至っていないという一因といたしまして、地域経済の中心的な存在である地域金融機関における経験、ノウハウ、人材の不足や、小規模自治体における PFI 事業の実績が少ないといった課題が挙げられると思っております。インフラ投資市場を含む市場そのものが、さまざまな社会経済の要因に左右されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、今後、地域において経験、ノウハウが蓄積され、資金提供を含め、自律的な案件形成が進む環境が整備されれば、機構の役割は果たされたと判断できるというふうに考えております。委員長。安倍君。こういう状況になれば、民間インフラ投資市場が整備されたというですね、誰もが分かる客観的なお答えというのが、いただけなかったと思います。それではですね、こうした客観性がない中でですね、仮にこの令和15年3月31日の期限が来てもですね、いまだ民間インフラ投資市場が整備されていないと政府が判断した場合にですね、さらなる期間延長の可能性を妨げるものではないということなのか、大臣の明快なご答弁をお願いいたします。委員長。岡田大臣。お答え申し上げます。PFI 推進機構については、民間のインフラ投資市場が未成熟である中、民間資金を補完する形で金融支援を行うことなどを目的に、時限的な期間、
ご指摘のとおり、平成25年から15年間として設立されております。こうした背景を踏まえれば、その設置期間については、できる限り抑制的であるべきと考えております。その上で申し上げますと、機構をどうするかについては、その時々の経済情勢や社会情勢、さらには今後の見通しも踏まえながら、検討、判断する必要があるため、さらなる期限延長をするかしないかといった判断は、現時点では困難と申し上げざるを得ません。しかし、まずは5年間延長した上で、その期間内にできることをしっかりと進めてまいりたい。その意味は、民間金融機関から PFI 事業者に対してリスクマネーが円滑に提供されて、機構の出資機能に頼らずとも事実的に案件の形成が進むと、そういう状況を機構がこの後期限延長の措置をお願いして、我々も懸命にその市場形成に向けて努力をいたしてまいりたいと、このように存じております。委員長、阿部君、ご答弁ありがとうございました。いわゆるこの機構に関してですね、この推進機構支援基準というものがありますけれども、ここでですね、機構はあくまでも民間金融機関との補佐を通してですね、民間主体の資本市場の確立を促進するための先導的な役割が期待されているのでありまして、またですね、民間金融機関などのですね、活動を圧迫しないように求められております。で、先般ですね、民間のインフラファンドがないと言われてきた我が国でもですね、今年の夏、国内インフラを対象とした民間のインフラファンド、これ、グローバルインフラストラクチャーマネジメントインカムファンドというものがですね、できまして、秋田県でですね、風力発電事業投資を行ったと報告されておりまして、今後、同ファンドがですね、コンセッション事業など、さまざまな国内インフラ事業に対して投資を行っていくとしています。このようにですね、民間インフラ投資市場の整備に向けて、新たな動きが出てきております。私たち日本維新の会は、結党以来、身を切る改革を旗頭に、行財政改革の断行、一丁目一番地の政策として掲げてきました。そしてですね、いたずらに官が自ら業を行う範囲を広げてですね、不必要な組織を作って、天下りの受け皿になるようなことはですね、こういったことに対しては徹底的に反対をしてまいりました。こうした意味からもですね、今回の5年間の延長の間に、しっかりと民間のインフラ投資市場を整備するように努めてですね、決してさまざまな理由をつけてですね、組織の存続、延命を図ることがないようにしてもらいたいと思っております。そこで5年間延長した期間の中で、民間インフラ投資市場を整備して、期限の再延長はしないというですね、決意をですね、改めて示していただきたいと思いますが、岡田大臣、この点、もう一度ご答弁をお願いできますでしょうか。岡田大臣。ご答弁申し上げます。今ほどのご趣旨もしっかり受けたまわりまして、先ほどから申し上げているように、我々もこの設置期限については、できる限り抑制的に行うべしと考えていて、早くそうした民間のインフラ投資市場が成熟して、この推進機構が、本当にこの役目を完了して、その解散という状況に至るのが、これは早い方がいいということは、私の考え方でもあります。したがって、まずはこの今、5年間お願いしているさらなる延長の期間内にできることをしっかりと進めて、この機構がその任務を全うすることができるように、全力を尽くしてまいる覚悟でございます。委員長。阿部君。はい、ありがとうございました。次に推進機構の情報公開についてお伺いをしてまいります。機構が設立されて、本年3月末までにですね、PFI 推進機構が支援、決定した案件は52件、累積の支援決定額は1378億円余りに上ると聞いております。
この PFI 推進機構の投融資の実績はどのような媒体を使って、どの程度のレベルまで情報開示されているのか、現状をお伺いいたします。花房室長。お答え申し上げます。 PFI 推進機構の情報開示につきましては、機構は出資先である民間事業者との間で基本的に守秘義務契約を締結することとなっております。機構としては関係者との間における情報の適正な取り扱いに留意しつつ守秘義務契約を踏まえ、現状では融資投資を行った案件について支援対象事業名、事業概要、SPC の構成企業といった支援内容について機構のホームページで公表しているところでございます。委員長。阿部君。ありがとうございました。今ウェブサイトでも公開されているということでありましたが、この PFI 推進機構のウェブサイトを拝見しますとですね、これまでの支援対象事業が一覧で掲載されておりまして、さらにそこからクリックするとですね、事業ごとの支援状況をより細かく見ることができます。しかしですね、その情報量は極めて限られております。主にですね、対象事業名、支援決定日、対象事業者名、契約締結や特定選定事業支援実施、これ予定も含んだものですけれども、この事実程度ですね、融資がメザニンなのか、シニアなのかの別ですとか、融資金額、PFI 事業の形態などをですね、このウェブサイトから知ることはできません。さらにですね、不思議なことにですね、詳細に見ていくと、平成28年までの支援案件については、融資額、メザニン、シニアの別が記載されていたものがですね、翌年以降記載がなくなって、情報量が絞られてきております。そこで PFI 推進機構ウェブサイト上の支援対象事業の情報提供範囲が、このように狭められてきた経緯、そして理由をですね、お答えいただけますでしょうか。花房君。お答えいたします。この機構のウェブサイトにおける表示でございますが、これは、まず民間事業者からその機構と、守秘義務契約を締結していることを理由として、この民間業者から支援形態や支援決定金額といった支援内容の詳細は公表しないでほしいと、こういう要請があったため、それ以降の案件については支援対象事業名、事業概要、SPC 構成企業等の情報のみを公開することとした、こういう経緯というふうに聞いているところでございます。委員長。阿部君。ありがとうございました。今民間事業者からのですね、依頼に基づいて情報開示の範囲を狭めたとのご回答でしたけれども、契約を締結した後にこれらの情報をですね、公開、提供をすることで事業にどのような支障が出るのかちょっとわからないんですね。平成25年にですね、閣議決定され、その後、数次にわたり改正が行われてきた官民ファンドの運営にかかるガイドラインの前文には、ファンドが民間資金の呼び水として効果的に活用されるための重点項目としてこうあります。投資案件の適切な選定選択、投資実行後の適切なモニタリング、民業圧迫とならないような運営などとともにですね、投資実績が透明性をもって情報開示されており、監督官庁および出資者たる国および民間出資者に適時適切に報告されていること、このように掲げられております。また、当該投資について適切な評価、情報開示を継続的に行うほか、ファンド全体の経営状況に関する情報を定期的に開示するなど、国民に対しての説明責任を果たすとしています。大事なところなのでもう一度言います。国民に対しての説明責任を果たすと書かれております。このようにですね、官民ファンド運営にかかるガイドラインに照らして、私が先ほど指摘させていただきましたようなですね、PFI 推進機構の情報開示のあり方は適切なんでしょうか。国民に対する説明責任のありように対するご見解も含めてですね、大臣のご所見をお伺いいたします。岡田大臣。お答え申し上げます。
国の出資がなされている PFI 推進機構による情報開示のあり方につきましては、関係者との間における情報の適正な取り扱いに留意しつつ、支援対象事業の状況等について十分な情報開示に努め、大事なことというふうに委員ご指摘でありましたけれども、国民に対して説明責任を果たすということが求められております。政府参考人も申しましたが、機構のホームページでは、支援対象事業名、事業概要、SPC 構成企業等の情報を公表しておりますが、PFI の一層の推進を図る観点から、今後、掲載する情報の質量ともに、さらなる充実を図ることが必要と認識しております。そのため、監督官庁である内閣府としましても、機構が出入先との守秘義務を守りながらも、その取り組みがしっかりと理解されるように、丁寧かつ充実した説明を行っていくよう、しっかりと指導監督をしてまいりたいと存じます。委員長、安倍君。ご答弁ありがとうございました。政府がですね、PFI を新しい資本主義における新たな官民連携の柱と位置づけですね、その推進を図っていくのであればですね、官民ファンドであるという原点を踏まえて、事業に関する情報をしっかり公開して、でホームページ、定期的に確認をさせていただきますので、しっかりとですね、この国民に対する説明責任を果たすという姿勢をですね、大臣自ら率先してですね、示していただきますようお願いを申し上げます。続きまして、機構の役割について、改めてお伺いをいたします。PFI 法は、推進機構の目的について、第31条に規定をしております。そこでは、機構は特定選定事業、または特定選定事業を支援する事業を実施する者に対し、資金の供給を行うことにより、特定選定事業にかかる資金を調達することができる資本市場の整備を促進し、もって我が国において特定事業を推進することを目的とすると定められております。すなわちですね、PFI 推進機構は特定事業に資金供給する株式会社であると言っているわけです。そして法では特定選定事業を選定事業であって利用料金を徴収する公共施設等の整備等を行い、利用料金を自らの収入として収受するものと定義をしております。一方でですね、この法に基づき、内閣総理大臣が定めた PFI 推進機構の支援基準、株式会社民間資金等活用事業推進機構支援基準においてですよね、おいてですね、特定選定事業の定義づけがまたこちらで行われています。いわく同じような文言が続くんですけれども、特定選定事業とは、選定事業であって、利用料金を徴収する公共施設等の整備等を行い、利用料金のみを自らの収入として収受する事業で、ここから、文言がちょっと追加されております、または利用料金に加え、特定選定事業に要する費用に相当する金額の一部として、公共施設等の管理者等から支払われるものについても、自らの収入として、収受する事業を言うと、このようにあります。法で規定している特定事業の定義をですね、基準という法よりも下位の文書で再定義するというのは、ちょっと不思議なもののように私は感じました。基準においてですね、または特定選定事業に要する費用に相当する金額の一部として、公共施設の管理者等から支払われるものについても、自らの収入として収受する事業というものがですね、加えられているんですね。微妙に両者の定義が異なっているように感じます。そこで岡田大臣にお伺いをいたしますが、PFI 法に定める支援対象と支援基準に定める支援対象はどのように異なるのか、分かりやすくご説明願います。委員長、岡田大臣。お答え申し上げます。PFI 法における機構の支援対象事業は、PFI 事業のうち、事業者が利用料金を自らの収入として収受するものと定義されております。具体的には、利用料金のみで費用を賄う、いわゆる PFI の独立採算型事業と、利用料金に加えて公共の負担で
一部の費用を賄う混合型事業の2種類の事業を指しております。一方で委員もご指摘になった PFI 法に基づき内閣総理大臣が定める支援基準における機構の支援対象事業は法で定義する事業の内容をより具体的かつ分かりやすく説明しようという観点から利用料金のみを自らの収入として収受する事業とそれに加えて公共から支払われるものについても自らの収入として収受する事業とこういうふうに書き分けているものであります。したがって委員ご指摘の PFI 法が定める支援対象と支援基準に定める支援対象はこれは私明確に同じというふうに申し上げたいと思います。ご懸念のように法律に定める機構の支援対象事業の範囲を告示において拡大するものではないというふうにご答弁申し上げたいと存じます。委員長、阿部君。ご答弁ありがとうございました。法と支援基準で同じものを指して示しているということで具体的にはですね、両者ともその独立採算型と混合型を指しているとのご答弁でしたけれどもですね、全く同じことをですね、指しているのであればですね、あえて支援基準で別の言い回しをする必要がどうしてあったのかなとちょっと疑問に感じております。同時にですね、やはり微妙に支援基準がその支援対象範囲を広げているような印象を与えてしまっているのではないかなと感じる次第です。そこでですね、次に PFI 推進機構が金融支援を実施している実際の事業についてお伺いをしてまいりたいと思います。横浜地方合同庁舎整備事業、こちら資料をお配りしておるんですけれども、横浜のですね、みなとみらい地区に国の15官所を集約するものですね。こちらがですね、PFI 法の適用を受けまして、平成45年の年度末までを事業期間として、戸田建設を中心とする企業が SPC を構成し、施設の整備及び維持管理並びに運営事業が実施されます。建物自体は来年3月末の竣工を目指して建設が進めておられるとのことですけれども、その後の施設運営まで含めた総事業費は約290億円と言われております。今ですね、皆様にお配りしておる資料ですね、こちらの施設全体の断面図になります。黄色く塗られている部分がですね、食堂、売店とコンビニエンスストアでありまして、さらにコンビニ上の立体駐車場の一部、こちらもですね、休日、休館日の時間貸し部分なども含めてですね、これが SPC による利用料金を収受する部分であると思われます。そこで国土交通省にお伺いをいたしますが、建物全体に占める食堂、売店、コンビニ、駐車場の面積割合、お示しください。国土交通省秋月大臣官房官庁衛生部長。お答えいたします。横浜地方合同庁舎各国箇所整備等事業につきましては関東地方整備局において2019年2月に事業者と契約を締結し現在2013年3月の施設完成を目指して工事中でございます。ご質問いただきました事業者が収益を上げて実施するものの各面積と建物の全体の面積に占める割合については食堂売店が約520平米で全体の約 1.1%、 コンビニエンスストアが約190平米で約 0.4%、駐車場が約1760平米で約 3.6%、 合計で約2470平米で約 5.1% となっております。委員長、阿部君。ご答弁ありがとうございました。次に内閣府にお伺いをしてまいります。この横浜地方合同庁舎に対するですね、 PFI 推進機構の融資状況をですね、融資対象部分、金額、シニア、メザニン別についてお答えを願います。花房室長。
PFI 推進機構は横浜地方合同庁舎整備等事業に対しまして、令和元年5月、有志による支援を決定しているところでございます。機構の入試実行額等につきましては、機構が関係者との調査を行ったものの、関係者の了解が得られておりませんので、大変申し訳ないのですが、現時点ではお答えすることができません。機構の情報開示については、先ほど大臣の答弁もありましたが、関係者からご理解をいただけるように努めてまいりたいというふうに考えております。以上、安倍君。ありがとうございました。ちょっと詳細についてはお答えをいただけなかったんですけれども、いわゆるですね、この今回のこの横浜の庁舎の件ですね、混合型として官民ファンドが融資を実行したというふうに、理解をいたしますけれども、実際に、先ほどのご答弁のとおりですね、国交省からのご答弁にもありましたが、SPC が利用料金を得る割合は面積比で見るとわずか数パーセント、コンビニ、駐車場の割合で 4%、売店等合わせてですね、5.1%。ということでした。なので、実態は 95% 以上のサービス購入型事業に対して、ファンドからの多大な金融支援がなされていることになります。先ほどの、役割、機構の役割の件 でも、いろいろやり取りさせていただきましたが、独立採算型と混合型で、よりですね、このリスクマネーを投じていくといったことがですね、機構の役割かと理解をしておりますが、この横浜地方合同庁舎整備事業に対する PFI 推進機構の金融支援のこの状況についてですね、機構が設立の趣旨に合った適切な役割を果たしているとお考えか、岡田大臣のご認識をお伺いいたします。委員長。岡田大臣。お答え申し上げます。横浜地方合同庁舎整備等事業は、機構が支援対象としている利用料金を、自らの収入として収受する PFI 事業であり、機構が民間の金融を補完するとともに、金融機関へのノウハウ移転も行っておりますことから、これは機構の設立趣旨に即した事業であると理解をいたしております。委員長。安倍君。ご答弁ありがとうございました。個人的にはより積極的なですね、このいわゆる民間インフラ投資市場を作るようなことにですね、率先してその役割を果たしていただけるリードしていただきたいと思うんですけれども、この民間のですね、ノウハウと活力を生かしたこの官民連携を、推進すべきという、お立場かと思うんですが、そのためにはですね、適正なバリューフォーマネー、この VFM 評価に基づく事業選択をしていくとともにですね、政府が100億円のお金を出資している官民のファンドである PFI 推進機構は、設立趣旨に沿った支援に当たるべきでありまして、いたずらにですね、趣旨から逸脱すると言われかねないような支援というのはすべきではないと考えますので、今後の事業選択にあたってはですね、こうした点に十分にご留意をいただきたいと思います。さて、ルルですね、PFI 推進機構に関して質問をしてまいりましたけれども、今後さまざまな分野で官民が連携して、より効率的で質の高い行政サービスを提供していくことは、ますます重要になってくるかと思います。同時に PFI 事業の展開にあたってはですね、地元企業ですとか、スタートアップなどが参画できる仕組みが求められると考えておりますけれども、こうしたことをですね、促す方策について、岡田大臣のご見解をお伺いいたします。委員長。岡田大臣。はい、お答え申し上げます。PFI 事業をそれぞれの地域に合った形で展開するためには、やはり地域のまちづくりの中核を担う地元企業や地域金融機関に参画していただくことが重要であります。また、より良い公共サービスを提供する観点から、新しい技術やアイデアを持ったスタートアップの参画も重要であり、私はこれを歓迎すべきものと考えております。こうした地域企業やスタートアップから活発な提案が行われることは、
PFI 事業の質の差など向上だけではなくて、地域の雇用や地域経済の活性化にもつながる極めて重要な点と考えております。このため本年10月に積極的な提案を行った企業には事業者の選定時の評価を上乗せすることができる仕組みを導入して各省庁及び都道府県等にも周知をしたところであります。こうした仕組みに加えて地域の関係者が参画して PFI 事業の案件形成を図る地域プラットフォームも積極的に活用しながら、安倍委員ご指摘のように地域金融機関、地元企業、スタートアップの参入を支援して、この推進機構の目的、あるいは PF 事業の、PFI 事業の目的を達成してまいりたいと、このように考えております。委員長、安倍君。はい、本日はですね、PFI 推進機構のあり方を通じてですね、PFI についての議論をさせていただきました。この法の目的、趣旨にのっとった、活動ですね、取り組みをぜひしていただきたいと思います。私ども、維新でもですね、PFI 自体はですね、推進して、どんどん民間の活力を利用してですね、さまざまな、公共サービスのコストを削減して、で価値を創出していく、このこと自体はですね、どんどん推進していくべきだという立場ですけれども、ぜひですね、今、さまざまなご指摘させていただきましたが、この年限、延ばしますけれども、そして、明快なですね、必ず解散をするというご答弁まではいただけませんでしたが、しっかりこの期限内に民間インフラ投資市場を作り上げると、そういう気概を持ってですね、ぜひこのお取り組み、推進をしていただきたいと思います。時間少し余りましたが、これにて私の質問を終了とさせていただきます。ありがとうございました。次に浅野。